どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。そしてはい、皆さんこんにちは、ハルです。今回はですね、またラッシュデュエルやっていくんですが、はい、今回は今日はラッシュデュエルのルールで行うんですけども、ほうほう、デッキの中に12枚のリンクスミンが歓喜するであろうカードを仕込んでおきます。まあね、はいはい、ラッシュデュエルといえど僕らリンクスプレイヤーですよね。そうなんですよ、リンクスミンなんで僕らは。で、リンクスといえば何ですか。やっぱリンクスにあって OCG にないものはやっぱりスキルとかじゃないですか。スキルなんですよ、はい、で、我々はちょっとね、お互いにキャラクターを一人選択して、そのキャラクターが持っているスキルをちょっと使用できるようにしようかな。今回はリンクスっぽいでしょ。で、僕が選択するのは DSOD カイバを、あー、まあやっぱ選択しようかなと。もうブレーズ見えてるしね。そうじゃあそっちは、まあ、じゃあそっちがまあカイバっていうなら、やっぱもうこっちはもちろん、はい、石髄シターク。なんでだよ、遊戯王石ズリンクス加速するやんけ。まあ、てのは冗談で、はい、まあ、やっぱり闇遊戯ってことで、はいはいはい、はい、闇遊戯ね。で、まあ、スキルの発動がね、できるかどうかちょっと分かりませんが、ぜひ、お楽しみにしていただければなと思います。早速ではラッシュデュエル、スタンバイ。え、X あんの。うん。そっちもね、エクストラ。いや、エクストラあんだよな。え、エクストラ、ラッシュデュエルだよね。ラッシュデュエルね。ラッシュデュエルでしょ。効果モンスターですらまだそんなにいないのに。え、エクストラあんの。多いけ。ガチすぎるだろ、このシャッフル方法。こういうのもね、アプリやったら、デジタルで処理してくれるのに。え、マジで、編集ガチでめんどくすぎる、あれ。ほんまに。いや、ほんと、OCG ミーよくやってるな、編集。もう無理だわ。リンクスしかやってねえからよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。先行をいただこう。かかろう。ドロー、メイン。はい、スタンプないからね。うん、ドローメイン。ドローメインもよくわかんない。ドローメインの意味わかんないけど、俺は、竜の祈り子を召喚。そして、竜の祈り子一体をリリースし、暗黒の竜騎士をアドバンス召喚。はい。カードを2枚セット。ターンを終了するぜ。OK、俺のターン。ドロー。俺は手札からミスティックディーラー召喚。お、強い。ミスティックディーラーの効果発動。いいだろう。手札の魔法使い族を1枚持ち合い送って、お、ワンドロー。お、強い。ハンドリサイクル。いや、ハンドリサイクル結構やべえんだよな、やってること、そして俺は手札からマジカルストリーム発動。あー、強え。さあ、自分色上に表側表示で魔法使いが存在するときに選んで破壊なので、何かチェーンありますか。特にないっす。じゃあデッキ側で、デッキ側、はい、カリの熱戦。はい、あ、サイクロンでサイクロン抜いた、はい、サイクロンでサイクロン抜いた、よし、いいぞ、いい使い方っすな。ミスティックディーラーをリースして、手札から何だ、魔剣士、アンサラーを召喚。あー、強い、あいつ打点高すぎる、2000マジ無理。そして、絶叫、スペルアーチャーを召喚。あー、強い。そして、カードを1枚セットして、あ、強い、もうバトルフェイス、魔剣士、アンサラーで攻撃。今んところラッシュディールだよ。今んところラッシュディール。あ、で、スペルアーチャーでダイレクトアタック。受ける、ライフで受けよう。ターン終了。よし、俺のターン。俺の手札は1枚。カードが5枚になるように。ドロー、結構ラッシュデュエル。シュデュエル。ドロー、メインフェイズ。その剣光りますか。その剣光りません。よし、俺は最強モンスターリューマドの守護者を召喚。はい、リューマドの守護者を召喚は何かありますか。え、なんもないです。大丈夫です。そこは知らない。リューマドの守護者の効果発動。手札の最強モンスターである暗黒の竜騎士を墓地に送って、はい、俺はデッキから魔法または、あ、融合またはフュージョンと名前が記されたカードを手札に加えることができるぜ。俺が手札に加えるのはもちろんネオスフュージョン。きた、最強だぜ。ネオスフュージョンを手札に加えるぜ。俺はドラゴライトを召喚。はい、そしてドラゴライト一体をリリースし、グラビティプレスドラゴンを召喚。はい、そして手札よりマジックカードを発動、ネオスフュージョン。はい、俺はデッキに存在するエレメンタルヒーロー誰とでもネオスと、手札に存在するムーンライトクリムゾンフォックスを墓地に送るぜ。こいつを手札に引いてしまったら若干弱い。エクストラデッキより現れよう、エレメンタルヒーロー低層感ゆるゆるブレイブネオス。はい、よーし、そしてムーンライトクルムゾンフォックスの効果発動。効果で墓地に送られた場合、相手のフィールドモンスター1体の攻撃力をゼロにする。
はい、こいつゼロになってます。いいな、いいんだな、はい、バトルフェイズ、はい、行け。エレメンタルヒーローブレイブネオスで魔剣士アンサラを攻撃、ラスオブブレイブ。はい、受けます。お、受けていく。2600だったっけな、これ。エレメンタルヒーロー1体しかないよな、うん、エレメンタルヒーロー1体しかないから2600の大ダメージだぜ。2600の大ダメージを受けるぜ。そしてサーチするカードはないぜ。ネオスリュウジョン1枚サーチするカードはないぜ。そしてユイマドの守護者でアタック。はい、ユイマドのパンチ取ります。だから800ダメージ。こいつよりこっちの方が打点が高いぜ。そしてグラビティプレスドラゴンで攻撃。お、攻撃じゃ受けます。よーし、いいだろう。1500の大ダメージだぜ。これで俺はターンを終了するぜ。俺のターン、ライフが半分減ったのでスキル発動ヒステリードロー。つえ、勇気。相手にとって不足はないだろう、勇気。俺はハンドがゼロなので手札が5枚になるようにドロー。うわ、来た、ラッシュデュエル。ラッシュデュエル5枚ドロー来たー。お前ドロー強え。手札から黒の魔導陣発動黒の魔導陣効果で強い強い。敵から3枚をめくり強い強い強い。ブラックマジシャンと記された魔法罠またはブラックマジシャンがあった場合手札に加える。入ってんの、そんなの。ブラックマジシャンなんかあったぜ。強え、強え、なんという強さ。バカな、俺はラッシュデュエルのはずだ。マジシャンズロット召喚マジシャンズロット効果発動。デッキからブラックマジシャンのカード名が記された魔法穴を1枚手札に加える。やばい、俺は暴食封印されそうだぞ。なんか俺は盤面的にマジシャンズナビゲートを手札に加える。強っ。え、俺これこいつ出せるよ。そうやで、強っ。このカード最強かよ。でもこのターンは動けない、あいつは。このターン、いや、そのまんま召喚できるけどブラックマジシャンを、うん、でもナビゲートがでやりたいでしょ。ナビゲートで使いたい。うん、それは知っている俺は。さあ、難しいね。伏せれない、伏せれない魔獣士、ウォルマン。誰やねん。ウォルフラムを召喚。誰やねん。さらに、魔法カードエネミーコントローラー魔獣、ウォルフラムをリリース。やばい、それ俺のカードやってブレイブネオスを勇気。それは俺のカードだ。そしてコマンド入力してるんじゃない。カードを2枚セットしてコマンド入力見せれ。バトルフェイス。いやー強い。ブレイブネオスでリューマドを攻撃。いやー、アストオブネオス。いける。700ダメージ、700の大ダメージを受けよう。マジシャンスロットでグラビティプレスに攻撃。え、こいつ下回ってる弱っ。こいつ下回ってるの出す。弱っ、弱すぎ問題。ターン終了。変動時にブレイブネオスはそちらの場に戻る。よーし、持ってきたぜ。よし、俺はの手札は0枚、俺は手札が5枚になるようにドロー。ラッシュデュエル。いや、マジでナビゲートは抜かんとあかん。コズミック来い、コズミック。ちなみに光りますか、スタノーケイは。もちろん光ります。光ります。まあ、ナビゲートね、伏せてるからね。では、勇気、これが新次元のデュエルだということを分からせてやろう。俺は墓地に存在する光と闇のモンスターをこのゲームから除外させてもらおう。俺が除外するのはエレメンタルヒーロー、ネオス、そしてムーンライトフォックス、そしてリューマドの守護者、一切ラッシュデュエルに関係ないモンスター、強すぎる、3体を除外するぜ。現れよう、コンケンデュレビオニア。レビオニアの効果発動。回収を取らないやばい。このカードは光と闇のモンスターをゲームから除外して特殊召喚に成功した場合、相手のフィールドのカードを2枚を選んで破壊することができる。さあどうするんだ、勇気。勇気ふん、発動。使うしかないわな。マジシャンズナビゲート。使うしかないわな。手札いいだろう。手札からブラックマジアを召喚し、その後デッキからレベル7以下の魔法使い族闇属性モンスターをデッキから特殊召喚するいいだろう。ブラックマジシャンと俺がデッキから特殊召喚する魔法使い族モンスターは行く手を阻む壁も山も惑星もロードを切り開いて突き進む。行くぞセブンスロードマジシャン。すげえ、なんだあいつ、なんであいつ出てくるんだ、やばい。ナビゲーターの出てくるセブンスロードマジシャンかっこよすぎるだろこれ。やば、かっこ趣味表示そして処理が終わったためレビオニアの効果発動してるぜ。俺は、まあ、そうだな、ここの2枚を破壊させてもらおう。ああ俺のダークよし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 よ
権限竜、レビオニアと竜の祈り子2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、俺のプライド、そして俺様の誇り、貴様に見せてやる。うわぁ、ホワイトドラゴン。うわぁ、そして俺はここで隠されていたスキルを発動、ブルーアイズホワイトドラゴンがフィールド上に存在する場合、俺はブルーアイズホワイトドラゴン1体をオルタナティブホワイトドラゴンに変えることができる。スキル発動オルタナティブ、強いそして効果を発動する必要はないようだな。このままバトルに行くしか俺はやることがないぜ。ただ変えただけ、ただ変えただけだぜ。バトルフェイズ、行け。ブレイブネオスでブラックマジシャンを攻撃、そう、そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンでセブンスロードマジシャンを攻撃。セブンスロードマジシャン、これで俺はターンを終了するぜ。ああ、俺は手札が1枚なので4枚からドローする。レビオニア強すぎだろ。シュネル現代遊戯王強すぎる、やばいぜ。俺は手札からマジカルストリーム発動。あー強い。マジカルストリームでこの魔法罠を1枚破壊。いいだろう、俺の最強カードドラゴニックプレッシャーを破壊されるぜ。毎回それ抜くどうでもいいから抜きすぎなんだよ。カードを1枚セット、マジシャンズドットをリリースして、リリース何、魔剣士アンソラを、あー2000強い。でもセットモンスターをリリースして、セブンスロードウィッチをアドバンス召喚。あ、ウィッチ来た。え、そして、あー、1枚セットして、よかったー、ターン終了。いやでもちょっと怖いな、あのセットカード。俺の手札は2枚、5枚になるように3枚のカードをドロー。ちょっ、負けラッシュデュエル。まずはオルタナティブホワイトドラゴンの効果を発動。フィールドのモンスター1体を選択し破壊することができる。こいつを選択し破壊だ。しかない。よし、カードを1枚セットし、オルタナティブホワイトドラゴンと、そして太古の白石2体のモンスターをリリースし、太古の白石をリリースするぜ。超新星がどうのこうの、レンゲキルドラギアスをアドバンス召喚。来たか、ドラギアス。そしてレンゲキルドラギアスの効果を発動。デッキトップを墓地、ドラギアス飛んだっくるドラギアスの効果、このターン戦闘で相手モンスターを破壊した場合、もう一度続けて攻撃することができるぜ。そして俺はカードを1枚セット、カードを1枚セットし、バトルフェイズ、いけ。電撃流ドラギアスで攻撃、はい、メガガロン。そこだ、俺はリバースカードダークリベレーション。あくぅ、墓地の魔法使いを4枚デッキに戻し、相手の攻撃表示モンスターを全て破壊する。くそ強いが、ただしっかりと俺はケアをしているぜ俺はそのカードのケアをしている。ネオスも破壊されないここで俺が迷ってるのは、墓地のマジシャンズロットの効果を使うかどうかデュエルリンクスやったら使い得やけどマジシャンズロット使うとラッシュデュエルで次のターンドローできるのが4枚になってしまう弱い、それはあまりにも弱い、あまりにも弱い、それはあまりにも弱い、無類の弱さ。この4枚を戻して俺のフィールドのモンスター全て破壊されるか、ドラギアスを破壊される、ただしブレイブネオスは破壊される場合、墓地のネオスフュージョンを除外することによってこのカードを破壊から免れることができるぜ。俺のバトルフェーズはまだ終了していないぜ。いけ、ブレイブネオスで攻撃、ラスボスブレイブ。そう、1000ダメージ、2500になってるぜ。こいつは、こいつはネオスがいないから、じゃあ900ダメージ、900ダメージな、900の大ダメージだ。ダークリビレーションをケアしておいた。さあ、これで俺のターンは終了するぜ。エンド時何か忘れてませんか。俺は太古の白石の効果を発動するぜ。こいつ出す必要あんまねえけどな今あんまりねえけど、デッキより現れよ白き霊竜、ヒーン。あ、これで俺のターンは終了するぜ。お前になるようにドロー、ラッシュデール。いや強い、ラッシュデール5枚強い。俺はダークソーサラーを召喚。いや強い。そしてダークソーサラーをリリース、セブンロードウィッチ。いや強い。カードを3枚セット。いや3クセ強すぎん。局所局所局所、セブンスロードウィッチでセットカードに攻撃。いいだろう、このツインエッジ力も破壊されるぜ。ターン終了。よし、俺のターン。俺は手札が1枚なので5枚になるようにカードを4枚ドロー。結構ラッシュデュエル、メインハイ、メインフェンスあります。そのわけ光りますか。今光りません。光らないの。はい、光らないんだ。俺は手札よりマジックカード発動、コズミックサイクロン。くそー、コズミックサイクロン。俺は相手のフィールドの魔法トラップカード1枚を選択し除外できる。大体お前の性格的にここが一番強いカードだ。
くない？あ、そうだ。さあ最強のカードを除外した。俺は1000ライフのコストを払っているぜ。そしてオルタナティブに変えてしまったせいで、多分フェニックスドラゴンで回収したオルタナティブをもう二度と出すことができない。バカめ、貴様はまだ分かっていないようだな。フェニックスドラゴンを召喚。フェニックスドラゴンの効果を発動。あ、手札を1枚墓地に送って、俺は墓地のレベル5以上のドラゴン族モンスター1体を手札に回収することができる。俺は金銀竜レビオニアを手札に回収するぜ。いやでもバカ埋まってるから。そして白木霊竜とフェニックスドラゴン2体をリリースし、現れよ電撃竜ドラギアス。やめてー。そして墓地の光属性と闇属性のモンスターをこのゲームから除外し、俺は最強のモンスターを再び降臨させるぜ。現れよ金銀竜レビオニア。強すぎる。金銀竜レビオニアの効果を発動。フィールドの魔法トラップカードを、もしくは魔モンスターを2枚選んで破壊するぜ。何か違いますか？ありません。じゃあこの2枚を破壊させてもらおう。くそー。よし、召喚魔術。召喚魔術ワロタ。召喚魔術ワロタ。そしてデオラギアスの効果を発動するぜ。ドラギアスの効果によってデッキトップを墓地に送り、このターン戦闘で破壊したら2体攻撃できるっていう効果を付与するぜ。どんだけ強い。よし、行くぜ。バトルフェイツ連撃流ドラギアスでセブンスロードウィッチを攻撃。バトルステップまでいいか。はい、速攻魔法エレミーコントローラーソーコントローラーソーエレミー。俺はレビオニアをリリースし、てめえのセブンスロードウィッチをパクっていくぜ。いけ大変かハイメガキャノン。オーバーキルやばい。ちょっとさ、このモンスター強すぎ。フェニックスドラゴンで回復できるのやばいっすよ。これ強すぎ。それ俺らのテスト不足やったね、これ。このムーブ最強すぎる。これ禁止化だね。これ禁止化だね。やっぱこのカードの存在忘れてたから、うん、1枚でもいいこと。はいはいはい、やっぱり、うん、テストプレイがなってないとか、うん、パワーカード出た時に文句言うのは多分良くないね。普段良くない、ほんまに良くない。これは気づかない。レビオニア強すぎ笑った。